はい、こんな感じですね。 G-Tune マウスコンピューターさんから届きました。ということで、アスどうも福士ぽやすです。今回は先日マウスコンピューターさんから届いた G-Tune というゲーミング PC について紹介する動画になります。まあ紹介というか、初めてゲーミング PC を買ったので、ちょっとした自慢みたいな感じで動画を撮ってしまいました。買った理由としては、まあ純粋に前まで使っていた PC のスペック不足ですね。最近は動画投稿だけでなく生配信とかでも遊んでいますので、配信を耐えれる PC が欲しかったというわけです。開いちゃいました。さあさあ見ていきましょう。ちょっとこれ出すのは大変だな。ちょっと一回置きますわ。これ膝の上で出すのはどう考えても無理。うわー、しっかり重厚感がある。重すぎ。ちょっと落とすなよ私。よいしょ。というわけで、重さは結構ありました。ここ最近は基本ノート PC、デスクトップを触っても、まあ最低限のスペックのものしか触ってきていなかったので、この重さには正直ちょっとびっくりしました。まあゲーミング PC でいろんなものが詰め込んであるのでしょうがないとは思うんですけど、にしても重い。本体以外に説明書と電源ケーブルが一緒に入っていました。では PC 本体を取り出しながら、今回買った G-Tune というゲーミング PC について簡単にですがまとめようかと思います。にしても PC を落としてしまいそうで怖い。まずこの G-Tune という PC ですが、 BTO の PC になります。 BTO って何なのかっていうのを簡単に言うと、家電量販店や Amazon などで買えるスペックが決まった PC とは異なり、自分の方で CPU、メモリ、グラボ、ストレージなどを指定して PC 組み上げの依頼を出すサービスみたいな感じです。メリットとしては、面倒な組み上げや PC のカスタマイズを会社側が行ってくれること。デメリットとしては、注文を受けてからの組み上げが始まるため届くまでに時間がかかるっていう感じでしょうか。まあ僕みたいな自分で組み上げる知識まで持ってない人にとってはいいサービスなんじゃないかなと思います。価格に関しては送料込みで 136,180 円、タイムセール期間中に買ったので1万円くらいの割引が入っています。お待たせしました。スペックに関してです。OS は Windows 10 64bit、 Office ソフトはなし。 CPU は Intel Core i5 11世代 11400F プロセッサー、6コア12スレッド。最新世代が12世代になりますので1個前の世代になります。 Core i5 で大丈夫なのかと思われる方もいるかもしれませんが、11世代の Core i5 だとほとんどのゲーム問題なくプレイできるみたいです。メモリは 16GB ですが、デュアルチャンネル 8GB が2個ついている感じになっています。デュアルチャンネルの方が性能がいいとかなんとか。 SSD は 512GB、 HDD はなしです。一旦 512GB にしておいて、足りなかったら自分で付け足そうと思い、このスペックにしました。電源は 700W のブロンズ。余裕がある人はここはゴールド以上のものにした方がいいみたいです。 UPS はなし。 GPU は NVIDIA の GeForce RTX 3060 12GB です。この PC を買う決め手になったのがこの GPU 性能ですね。3060がこんなにお手軽に手に入るなんて。まあでも今はもうそういう時代なのかな。無線 LAN はなしにしましたが、こちらに関してはありにしても良かったかなと思います。というのが、 G-Tune は無線 LAN と Bluetooth がセットのオプションとなっており、私めゲームをよく Bluetooth コントローラーでプレイするため、これはつけといた方が良かったかなと思ってしまいました。 Bluetooth がないってなって、結局外付けの Bluetooth を Amazon で買う羽目になってしまったので、コントローラーや Bluetooth マウスをつなぎたいと思っている人はご注意ください。マザーボードは B560 チップセットということなんですけど、この辺は正直僕もよくわかんないです。ケースに関してはミニタワーケースなんですが、オプション追加いたしまして、ケースファンが前面2個、背面1個搭載のものにしました。ファンでしっかり冷やした方が長持ちするよということだったので、試しにつけてみました。 PC スペックに関しては大体こんな感じです。ちなみに前回まで使っていたのがこちら、注意コアボックスプロです。価格は 33,000円ぐらいで買ったミニ PC だったんですけど、結構使いやすかったです。スペックは CPU が Core i3 10世代、メモリは 12GB、 SSD は 256GB、 GPU なしといった感じの性能でした。私はメインでやってるゲームが原神やテイルズウィーバーといったゲームなので、この PC でも十分に遊べてはいましたね。ただし PC ゲームの動画撮影や配信となると、なんとも。スイッチのゲームなどは動画撮影含め配信なども問題なく行えていました。とはいえやりたいことが増えちゃったので、お世話になりました。お疲れ様です。ご宅はいいから PC つけろよと思われている方もいるかと思いますので、早速設定していきます。はいはい、ということで設定関係がね、やっと終わりました。やっと終わったんすけど、出さないかこのデスクトップ。
ということで、ダサすぎるデスクトップは速攻変更します。私は黒一色が好きです。せっかくなので原神の撮影テストもやってみようかと思います。画面の作り方が雑なのですが、これは僕のデザイン性がないからです。ご容赦ください。画面右下にタスクマネージャーも出してみました。まあ結論から言うと全然大丈夫ですね。 CPU に関しては基本40、言っても 50% ぐらいです。メモリに関しても基本 40% 前後、 GPU に関しては 30% 前後といった感じでしょうか。ちなみに前の PC では非常にカクつきが発生していたドラゴンスパインもこんな感じ。全然余裕でしたね。うん、最高。戦闘しててもカクつきが発生するなどは特にありませんでした。というか結構画面綺麗じゃないですか。実はグラボ搭載の PC を使うのは初めてなので純粋に驚いています。いやマジで本当に快適、最高。せっかくなのでライデンの元素爆発で締めていきます。ちなみに出力のビットレートは 7500kbps、 解像度は 1920×1080、 フレームレートはもちろん60です。ちなみに配信に関しても CPU、メモリ、GPU の値はほとんど変わらない感じでした。一応何回かもうすでに配信してるんですけど、問題とかは起こっていません。いやマジで買ってよかった。というわけで年末年始に向けてゲーミングライフがウハウハになるぞと楽しみになっている私めでございます。今回はここいらで動画を終わろうと思うのですが、ご要望あれば詳しいところまで性能検証した動画などを作ってみようかと思います。もちろんゲーミング PC が届いたということで、今後も動画投稿、配信など精度よく行っていきますので、よければチャンネル登録して見ていただけたらなと思います。私と同じようにゲーミング PC を買おうかどうか迷っている人にとって何かしら参考になる動画だったら嬉しいなと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。